日本無線株式会社は東京都中野区に本社を置く老舗の大手通信メーカーである有価証券報告書による平均年収は約750万となっている。現在は日新坊ホールディングスの中核であるエレクトロニクス部門に属しており、産業用及び公共用無線通信システムを製造・販売しており、主要営業品目は通信機器、海上機器、 システム機器に大別される。1915年に木村俊吉らが特命組合として創業した。1920年に日本無線電信電話として株式会社となり、その後日本電力参加となった。主に無線通信機器製造で軍事部門を一手に引き受け、中島飛行機や日立、日産グループなどと並び称される日電財閥の有力企業だった。戦後は、 財閥解体の煽りで、東京都の日本無線のほか、長野県の長野工場は、長野日本無線、上田工場は、上田日本無線、諏訪工場は、諏訪日本無線として独立した。長野日本無線と、上田日本無線はかつては、持ち分法適用関連会社であったが、二0十六年三月に、完全公会社化した。諏訪日本無線は現存しない。戦後の後輩の中、 軍事技術の民間への転用を推進した。当時、日本経済団体連合会会長でもあった、桜田武氏が率いる日清盆石の支援を受けて、企業としての立て直しを図る。同時期に、技術部長をしていた中島茂博士のリーダーシップの下で、超音波診断装置を初めて開発したのも同社であり、妊婦の体内を見る、エコー装置に使われている。医療機器部門は後に、 アロカとして独立した2017年10月株式交換により日清棒ホールディングスの完全子会社となった電波や音に関しての技術を有する無線機器情報機器総合製造業無線通信機器として GPS 受信機無線ラン機関系無線通信装置超高速無線通信装置ワイヤレスファイバーや船舶に搭載する海上無線通信機器 海南救助用発信機パブ、魚群探知機、船舶レーダー、衛星通信装置インマルサットを製造している。ドップラーソナーやシステム機器として、都道府県防災行政無線、地震情報システム、空港監視レーダー、ホール、会議音響システムなどがある。船舶用の衛星通信装置インマルサットでは、世界シェアトップであった。1985年頃から2002年頃にかけて、 NTT 及び事業上とした NTT ドコモ向けに自動車電話や携帯電話端末を供給していた。メーカー記号は会社の略称の JRC より R を使用していた。事業初期より参入し、アルファベット1文字のメーカー記号及びムーバーを名乗ることができる特権を得ていた。2001年に発売された R691i、ジョフリーはドコモ初の防水性能端末である。 また、セルラー IDO 向けにも、1996年に端末を供給している。現在は携帯電話端末事業からは撤退している。撤退理由には、総計3万台程度しか本体が売れなかったために、ドコモと折り合いがつかなかったからと言われている。また、携帯電話基地局用として、移動体通信用アンプ、かつての高性能アナログ電話基地局用。 現在の朝廷ノイズのデジタル電話基地局用をリリースしている PHS でも端末を供給し、アステルグループ向けに事業開始の1995年より端末を供給していたアステルグループの事業縮小に伴い唯一のドットアイ体大である AJ-51 を最後に供給を終了している2003年の RJ3001VRJ3002V より DDI ポケット端末を供給開始、現在はソフトバンクの Y モバイルブランド向けのみ供給している PHS のメーカー記号は略称頭文字2文字の JR である折りたたみ式端末前世の現在にあって折りたたみ式端末を RJ3001V と RJ3002V の2種類しか製造したことのない軽なメーカーでもある。 ウィルコム向け自社端末全機種に対応した電話帳バックアップソフト、電話帳コピーツールを提供している NTT ドコモ、編集 AU、編集アステル、編集ウィルコム、編集 RJ3002VWX330JZEY モバイル、ソフトバンク Y、モバイルブランド、編集製品、ありがとうございます。